世界の部屋からナイスボーッ、やったやった、よし、もうね、11話だよここまで来ましたよ、すごくない、うん、よく見れたよねなかなかさ、なんだろう、なんか学祭までとさ、学祭からのさ、うん、展開がすごすぎて、そうだよね、なんか学祭までが思った以上長いし、なかったね、いや、っていうより学祭後が早いんだよ、ね、あれこれさ、うん、数時間でさ、うん、誰の彼女、誰が彼女か誰が彼氏かみたいな、そうそうがさ、うん、動きまくる、うん、っていうね関係が動きまくってさ、うん、結局今どこと誰が、どうなってんの、そうそうそう、うん、わかんないみたいな感じを、でもね、一応ね、うん、あれだよ、桂さんとはもう何でもないって言った、好きじゃないも言った、で、世界のことに関しては、まあでも あんだけ刹那が世界を見てって言ったけど、うん、うんとは言ってないよね、うんとは言ってない、そう、だからあそこのさ、最後あれを受け入れたとしたら、うんうん、あ、だよ、あそこでもし何かがあるとしたら、うん、世界一本にしますっていうことだし、うん、ああ、そっか、何もなかったら、いや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 っていうことじゃない、うん、だよね、だからそれはさ、私たちにさ委ねられてんじゃないの、ああ、な、何、どう解釈するか、刹那と何かあったかなかったか、うん、そうそうそう、え、今回のタイトル、みんなの誠それさ、もうすでにあれじゃん偏ったよね、うん、だから刹那とはなかったんじゃない、え、でも、いや、待て待て待て、いや、でも誠くんのことだから、これ口だけ、うん、分かったって言って、美味しいとこ取って、うん、まあ、でもどうせほら刹那行っちゃうから、うん、じゃあバレねえよな、じゃみんなの誠のうちに、うん、みんなの中に刹那も入ってる、そうそう、入ってる、うん、もうすでに入ってるっていうやばい、3人目だ、3人目ね、あ、そうだよ、体的に、そうそう、体的に、心と体的にはね、そうそう、世界乙女刹那、こっからどうなるかって、うん、いや、ちょっとこれは覚悟は必要です、あれ、琴乃がそういう、そう言われるとさ、何もないよ、まだ何もないよね、うん、キスもさ、あれでしょ、自分からしたのはずっとあったけど、うん、そう、こんなこんなこんなことされてないよ、されてないでしょこんな手回したりとかされてないよ、ないでしょ、うん、ほら、あれあれ付き合ってた、いや、付き合ってたはずなんだけど付き合ってた、付き合ってた、付き合ってたはずね、前にあ、そうそうそう、忘れてたの前にちょっと今日のおやつです、うん、今日はね、カレーせんべい、あ、もうこれなんか汚くなっちゃったな、ててちゃん、そう、こちらでございます、今回ね、しっとり系よ、え、そう、カレーせんべいなのにしっとりなの、そう、これね、不思議でね、うん、半熟カレーせんなの、半熟、半熟なの、え、カレーに半熟と全熟があるの全熟はあるのよ、きっとね、なぜならばね、うん、揚げせんなのよ、揚げてるのにしっとりしてるのにサクサクなの、うん、どういうこと、どういうこと、もうね、スクールデイズにぴったりえ、そう、今の気持ちにぴったりだけど、ぴったり、うん、絶妙な辛さ食べて食べて、すごくぴったりな気がする、ぴったりでしょ、じゃあちょっといただきます、いただきます、ん、これ不思議だ、しけてしけてんじゃないんだよ、しけてるかと思ったでしょ、うん、で、あれ、これ古かったかなみたいな思ったら、あ、なんか不思議だね、すごい、で、美味しくない、うん、結構美味しいの、これ、これは、これはいい、美味しいよね、うん、やった、でね、毎回もう分かってんのに、うん、しけてると思うのよ、うん、でも、それぐらいのさ、うん、なんだろう、湿気具合じゃん、ほにゃってなる、そうなの、ほにゃってなるんだけど、でもほら、本当にしけてると、うん、あれじゃん、おにゃにゃってなる、そうそう、で、うん、むちみたいになるのが、そうそう、サク、最後サクってなる、そう、うん、これね、あ、しかもしっかりカレーの味がする、で、カレーの味が意外と美味しいって、うん、絶妙な辛さの、確かにね、ちょっとピリ辛っていうか、ほら、うん、甘いカレーじゃなくて、辛、うん、辛い、辛さもあってね、うんうん、でもなんかこう、甘じょっぱいおせんべいの感じもある、あるある、ね、うん、
これも本当おすすめなんです。サクサクの志保様にしてはしっとりめ、そうしっとり出してやろうと思ってさここはしっとりよと思ってまあでもしっとりの限界だよね、限界私のね、そう私のしっとりの限界よこれ。まあいっか、うん、そんなわけでおやつでした。いきます、11話です。はい、スタート。始まった。曇り、お、空。朝？朝？朝ですね。朝ですね。うん。なんか曇ってるよね。なんかね。あれ？あ、朝みんな登校してきました。寒くなってきました。寒くなってきました。あ、ななみが来た。あ、みんな知ってるんだ。多分みんな見たんだ。いや。多分話がこうほら広まってるんだよきっと。え、でもさ、七海のことよりもさ、うん、あの誠とそう乙女の方が ね、あっちの方が、うん、あっちは何にも言われてなさそうだよ、うん、おかしいな、なんでだ。あ、世界は、世界はそうだ、あれだ、その見ちゃったから、うん、あれ、ちゃんと言えればよかったんだけど、メール、あ、そうか、何にも言わないで刹那がいなくなっちゃったんだ、だからもうそれでショックなのと、うん、あとあのその見ちゃったのショックなのとで、もうあれ、なんだこのお尻は、あ寒いですね私は慰めようとしてたらうっかりちょっと、うん、うっかりちょっとうっかりちょ、しかもさあのさ、うん、髪の毛ほどいてさ、そうそうそう、すっごいこうやってあれ、これちょっと衝撃だったよ ね。あ、待って待って いっぱいいるわあ、あれ、いや、最低だね、うん、あ、はあ、何もかんもめ、あ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 、ちょっとちょっと、ちょっと、あれ、光がありません、ね、ありませんでしたね、はい、もう完全に電気もつけずにね、はい、桂さんも、あちらに行ってしまいましたね、あれ、あれ、なんだろうな。いや待って。だってさ、うん、光、あ、でも光もさ自暴自棄か。まあ、大輔がさ、でもそうか。でも大輔はまあほら、うん、振られたって言ってたから。うん、あ、そっか。うん、一応そっか。あ、で大輔と。うん、琴ノ葉のことは知らないのか、誰も、誰も知らないんじゃないかな。そっか、じゃあ別に自暴自棄になる必要はないんだ、うん、あれだ、誠の毒牙にかかったんだよ。でもさ、慣れてる人だったよね、今の、うん、完全に猫ね。もう悪いと思ってんの私も、うん、みたいな明日学校行くんでしょみたいな、うん、そういう感じだよね。いやまさかの、いやちょっとさ、うん、ショックだな。友達だよ光。だからこうやっぱり親友っていうかね、すごい仲のいい友達まで手出されてたってなると、ちょっとやっぱりちょっとね、うん、いや誠はちょっと信用ならないね、うん、あ、そうだよね、これでそう乙女とかならまだ知り合いね、うんうんうん、いいんだけど、で刹那とはまあ知らないからね、お前いいけど、でも光はちょっとな、うん、あ、そうそう、うん、加
父さんと誠がどこにいたか、ね、そうだ見ちゃったからだ。お化け屋敷のあそこにいました。そうだ、うん、私はダメなの。ああそうだよ、そうだよ、刹那いないから、刹那がいないから誠しかいないんだよ、うん。でもね、誠はこういうのダメなんだよ、うん、そうそう、こうね、押されるとね、ダメなんだよね。スッと引いちゃうのね。軽くね、楽しく付き合える相手じゃないとね、うん、ダメなんだよね。あ、よそ見に来ました。よくやーなんて言える、うん、それはね、うんうんうん、うん、浮気するかもしれないし、してるあなたがねえからねそうそう、 あなたが浮気してますよ。やだ、 あれ送信できませんでした。多分ね、着信拒否今日してんじゃん。自分で、もう刹那がやったのはさ、解除したから。そうだよね、自らする。あの人しなさそうだけど ね、うん、あれ誠全員ダメなんだ。あ、今連絡つかないんだ。え、本当に誰ともつながらないっていうか、こう、ね、連絡をしたくないみたいな誠が、うん、状態なのかな。なんでだ、いろいろ面倒くさくなったってこと。え、でもさ、めんどくさくなく付き合える人もいるよ。あ、そう、めんどくさくないのがいますよ、うん、ね、こちらに。とってもね、こちらに桂がおとなしくなったと思う、うん、うん、あ、イライラして、あれあれから、あ、見られたところから。そうだ、うん、もうカレットだから見られてもいい人もいるのね、すごいな。負けてられないか、うん、うん、って実際どうなのか、あれあれ、うん、こんなところで、こんなところでちょっと待てよ、光ちょっと待って、1回じゃないの、うん、あちょっとなんかいろいろすごいな、うん、これ何、理科室とかそういうやつ。あ、そういうとこだよね。会ってしまいましたよ、三人娘と。あ、電話してます。はい。さ、まださ、うん、留守電。留守電。留守電にもなってないところだよ。うん、ね、うん、ずっと喋ってますよ。着用されてる中喋る、うん、でもさ、まだ世界も一緒に3人でご飯食べましょうって言ってたよ、うん、またあの頃に戻りたいんだね。あの3人でいた頃が楽しかったから。そっか、うん、そこに戻りたいんだね、うん、世界は世界でさ、あの誠がお前じゃなきゃダメだみたいな、俺はやっぱり世界がいいみたいなメールをさ、うん、昔のメールみたい、ようこそだようこそ、もういる、うん、あ、いいから、うん、わ、北3人3人、いや、みんなすごいですな、3人3人、ちょっとさ、
世界スタートでしょ、うん、乙女いたでしょ、うん、ちょっと刹那保留、うん、光、うん、3人今3人、うん、6人、うん、でも、うん、琴の葉は捨てない、何もしてません、何もしてない、うん、もう6人これまだ電話してるまだ電話してますよ、そう一緒にデート行きたいんですよ誠くんと、あ待ってるの、待ってます、え、なんで約束して、いやもうだから一方的に約束して、一方的にこうほらそういう約束、うん、世界まだ光があるもん目に刹那と誠、あ、お、う、お、あ、お、座りだ、お、昨日飲みすぎたちょっとねやっちまったよみたいなね、うん、高校生、あ、じゃあ高校生じゃないかもしれないちょっとうっかり飲みすぎちゃった、飲みすぎちゃったのかな、あ、でもほら、ああ、気づいた、これってまさか、あれなんかさ、うん、あれ世界早々妊娠説あったけどさ、うんうん、この感じだとさ、うん、想像じゃなさそうだよね、あ、でもほら想像でも結構、想像妊娠ってさ、うん、思ってる方が先でしょきっと、思ってる、はい、あ、でも分かんないのか、ただ気持ち悪くて、うん、そうそう、入ったのっていうのもあるよ、あ、そうかそうか、だってほら多分今体調的にね、多分そんなにちゃんと食べてないだろうし、あ、そっか、ボロボロだろうから、うんうん、うっかりちょっと気持ち悪いなっていうのを、うん、座りだそうか、まだ想像かもしれない、うん、かもしれない、うん、お、ちょっと話がある、話、うん、あの自分で言っといてなんだけどさ、うん、あの世界のさ、あの明るい時のテンションとさ、うん、この下入った時のテンションの違いを、うん、ね、あの世界のさ下入った時のテンションがマジトーンだから、マジトーンなのよもうやっておいてなんだけどちょっとさすごいね世界私ですけども、うん、だからこうそのマジトーンで迫られると、あ、確かに重い女だわって、いや重いよね、うん、思う、そうだな、うん、割とあのさ明るいトーンのままさ、うん、落としとけばそんなに来なかったかもね、うん、そうそうそう、分かってんのぐらいだったら ね、あ、お、分かった分かったってなるけど分かってんのやべえなるよねこの女やべえよってなるなるだってでみんなさこれでやったらさ別に NG 出なかったからさ、まあね、ありなんだと思ってやっちゃったけどさ、OK 出たからねOK なんだけど、 OK だったのかな、いや今更だけど十何年前の私に言ったんだけどさ、あの芝居どうでしたOK だったのかなちょいちょいマジトーンじゃん、あのさ、うん、あのプールの帰りの時とかもさ、うん、ダメだよ、そうそうそう、うん、ダメだよってなるとさ、もう本当にマジと、うん、あ、赤ちゃん、そうそう、でほら一応そう思ってるけど、うん、やっぱほらねちょっと体調が良くなくて、うんうん、でほら体調良くないと、まあ、あのほら生理が飛んだりする時あるから、うんうん、その可能性もあるわけですよ、まあね、うん、そうね、確かにそうか、まあでも世界さん的にはほらねできたって思わないとね、だってさもうつながりがそれしかないんだもん、そうそう、なくなっちゃったからね、うん、刹那いないし、誠をね、誠をこうやってでもねつなぎ止めないといけないから、うん、で他の人ともさ、うん、関係を持ってること知っちゃったから、そうか、じゃあちょっと一歩進むわけだ、そうそう、体も優位になくなっちゃったからさ、うん、ああそうか、またほら光さん、何度も何度も光さんお、責任取れて、もう遊んでる、遊びだもん ね、 ね、そうそう、人たちは、うん、あ、うん、そういう目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 ですよ、あれ、あら、あら、あれ、あら、ほらほら、だってなんかの西園寺さんって人もなんか妊娠させたらしいわよ、え、そこまで、でもほら
そういう話になってる。あそこは叫んでたもんね。そうそうそう、で気持ち悪いうってなってるから、それはみんなね、えまさかまさかみたいな感じになるよね。そうだ、うん、でまあきっと乙女の話も、そうそうそう、ね、そう、あ加藤さんともやってるらしくて、あやっぱりもうみんなが知ってんだ。あれこれ桂さん、ね、いつからさ、うん、あの屋上普通に一人で入れるようになったの。あそうだ、鍵は、鍵は私持ってんだよね。複製してんだよ。やべえ桂さんやべえ。そっと複製してんだよ。そうなんだ、きっと。だってそうじゃないと一人で入れないもんね。でしょ、うん、鍵なんであんなこと言うんだよ。ああ誰、あ乙女、うんうんうん、ひまだよ。誰か、あ乙女が来る、大歓迎、ウキウキじゃん誠くん。あれなんでさ携帯繋がんなかったの。あ桂さんだけ切ってんの。あでもそう今繋がってるってことはどういうことだろう。桂さんとは繋いは切って、え、うん、俺のせいじゃない、ないお、うん、あ俺のせいじゃないっていう、うん、もっと優しいやつだった、うん、あ、あれ、あれ乙女ちゃんって意外と、なんだろう、なんかこういう誠が好きだったのにっていうのがあるんだね、多分ね、うん、こう ああいうだからそう、こうなる前の誠が好きであって、うん、こうなりだしてからの誠はあんまり好きじゃないから、好きじゃないんだね。自分もさそういう関係持ったけど、うんうんうん、でもそういうこういう誠とそういう関係をずっと持つのは嫌だみたいな感じになって、ね、そういう意味ではね乙女さんはね結構こうスパッとね、スパッとしてるね、うんうん、切ってるなって感じはする、ね、自分ではさなんかこうそういう関係でもいいからそばにいたいみたいな感じだったけど、うんうん、それそうしたことによって誠はダメになっていくみたいなのも、そうダメになってだし、さらにほら自分以外にもそういう感じで増えてるわけじゃん、うんうんうん、そういう関係が、ね、ってなると別になんかね、うん、こう、そう、あとあれだ、世界が付き合ってるってことも知ってて、世界が妊娠したみたいな話も知ってて、うん、その人に対してこういう態度を取る男なんだっていうのを、うん、まあ今そうそう分かっちゃったから、ちょっとごめん、うんでもさなんかこうすべ、うん、てさ、うん、視聴者の方々は、うん、世界が泥棒猫的な感じだったけどさ、うんうん、もうここまで来るとさ、うん、わけがわからないよね。みんな泥棒、みんな泥棒猫、みんな、うん、で世界的にはさ、うん、光もそうだしさ、うんうん、他みんなそうじゃん、そうそう、みんなそうだし、うんうん、で世界的にはさもう、うん、付き合ってますって公になったじゃん。桂さんの場合は公になってはなかったけど、うん、なかったけど、うん、公になってるにもかかわらず、そうそう、でしかも親友だと思っている光とかまでが、うん、そんなことになっていき、うん、っていう状態だよね。でそれであのこう何、もしかしたら子供ができたかもしれないなのに、うん、誠くんは何もしてくれない、何もしてくれないし、うん、でさらに言うと他の女と、そうそうそうよかったよかった、俺暇だよって言ってるみたいな、うん、っていう、乙女に電話、電話つながりません。あでも乙女なんか潔いな。そうだよね、一番、うん、潔い気がする、潔いここで、いいね、うん、光に電話した、光も切る、うん、みんなもう、うん、ないなってなってるんだね、うんうん、みんないろんな子にかけてますどんだけ入ってすごいだじゃんさっきさ
ぶわーってなんだよみんなどうして誰も出てくれないんだよ。わあ、踏んだり蹴ったりです。うんうん、こんな目にって思ってるところに、あ、うん、そう、え、全部うまくいってたと思ってたの？え、誠くん的にうまくいってたつもりなんだ。誰と？この女の子たちと？いろいろ、うん、あ、誠くん思い出して、思い出して、桂さん思い出して、あ、世界も思い出しつつこの頃だよね。そうそう、戻りたいのはあの頃だよ。そんなところに？あ、呼んでくれた。みんな電話出ないけど、桂さんだけは、うん、いますよ、誠くん。待ってましたよ。あれ？たまたまだよ。あ、雪を払って優しいな。うわ、うわ、怖い。待ってますよ。待ってますよ。世界は料理を作っています。お腹の赤ちゃんを感じながら、これ、うん、最強にいい音楽。なるほど、今開けながら。うわ、光がない。あ、頑張るんだよね。そう、練習して。そうなんです。ね、いやでもでもでもほら、あ、光が戻ったよ。ほら、だってほら、光を戻すだけの言葉はやっぱり好きだ、ね、好きだですよ。そうですよ。はあ、誠くん、あ、いい話だな。本当いい話だね。いや、さ、うん、あれよ、高野菜まで私10だったのよ。うん、どうやら違うみたいですね。今なんかあれだね、世界は、でも、うん、なんだろう、何にもない、言われてもいないし、なんとなくめんどくせえなって思ってるし、まあ、思ってるけど、うん、で電話する対象にも入ってなかったけど、そうだね、うん、でもそれに対して何も触れなくて、とにかくさ、その子供ができたとか面倒くさいことから逃げたいから、うんうん、いろんなとこに逃げようと思ったけど、みんなダメで、うんうん、それで待っててくれたのが、うん、琴の葉だけだったから、うん、やった、琴の葉、お前だけだよ、俺のこと分かってくれんのは。っていう状態だよね。うん、まあ、でもほら、こうどんな状態であろうと誠くんのことが好きだよっていう琴の葉にちょっと改心したみたいな。改心かな、改心、逃げじゃない、逃げか。でもいい逃げ場だよね。でもまあそうだと思う。てか一番
の逃げ場だよね、うん、でなんだろうこんな自分でも気づいてるじゃん、こんな俺やばい、あそうそう、でこんな最低な俺を、うん、好きと言って好きって言ってくれるんだっていうことに今、うん、誠も救われちゃったじゃん、うん、そう救われたね、で、うん、で琴ノ浜を帰ってきてくれたってことで救われて、そうそう、うん、ここで今もうハッピーエンドで、よかったよ、ほらよかったな、いい話だな、確かにでしょこれ最終回だったらよかったでしょ、まあ、私あの世界としては全然ダメだけど、世界の問題は置いといて、うん、でもあ誠くんと琴ノ葉がこの2人の物語としては、うん、幸せになった、よかったよかったね、確かに2人とも救われたんだね、あよかったで、ここで世界が私いますけど忘れていませんかみたいな感じでこう そうだよね、そういう感じだよねでもさ、ドラマとか映画とか割とさ、この、うん、この人たちも忘れ去ってさ、うん、よかったねみたいになるじゃん、だから多分ハリウッドだとここで終わるよね、ハリウッドだったらこれでさ、そうそう、うん、済んだけど そこがスクールデイズ、あと1話あるから、ね、あと1話残してね、嘘、ハリウッドはここでさ終わるよね、ま、誠くんと琴ノ葉がキスして、うん、でここでエンドロールですよ、エンドロールでね、うん、幸せでさ、うん、なんか子供とかできちゃった、そうそう、なんかさ、うん、家庭のそうそうそうやつもあるよね、とかだよきっと、いや本当そうだと思う、いろいろあったけどさ俺たち、そうそう、でもお互い気づけてよかったねみたいなね、うん、今幸せだね、うん、みたいな感じで ねわーっとなって、いやそうなるわ、あれここでさ、うん、私黙ってないからちょ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 なんか忘れていませんかっていう、でにあの人参切りながら、ね、そうそうそう、ちょっとちょっとちょっと家で待ってますよみたいな感じだよ、そっか、ここで終わらせてくれないんだ、終わらせてくれないね、それがスクールです、でも確かに今、うん、とっても綺麗なクリスマスだった ねあクリスマスで、ああやっぱ聖夜にはこういう心洗われる お話っていいよねみたいな、ね、ほんとなんかハッピーエンドみたいな気がした、でしょ、うんうん、でも音楽がさ、エンディング曲がさ、うん、そうなんか次回続くっていうなんか感じでしたよハッピーな感じは全くなくあれおかしいな、またあの言葉的にはここで止めてもいいやと思ってる、そうだよね、うん、感じなんだけど、そうでも本当に見ている方々も幸せなまま終わりたかったら、うん、桂さんが大好きで幸せなまま終わりたかったらここで終わるのが一番ね、まあでもまあ そしたらね、あのこうやってた世界どうなってんのって、そうだからちょっと世界のことが気になるあなた、うん、ぜひ来週もいやぜひ来週もお願いします、みんな見てみんな見てみんな見てぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで今回はここまで、また来週お会いしましょう、バイ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 。